言い伝え通りね。スム君、何か変わったことがあったら教えてね。相談に乗るからさ。うん、前みたいなことがあったら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。だからその話はやめようよ、つづみ。そこまでやがるかな、この子は。ごめんね、だけど本当に嫌なの。まあいいわ、他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うならこの話はこれでおしまい。まあ噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。スム君ならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。びっくりした。神岡君、どうしたの？え、私眠っちゃってたんだ。起こしてくれてありがとう。私、つづみと待ち合わせしてたの。それで待ってる間に
明日の数学の予習をしておこうと思ったんだけど。うん。あ、亀岡くんは？忘れ物？
ダントに何かあった？そう、ならいいんだけど。進むくんみたいにまるっきり知らない方が珍しいと思うけどな。清涼学園七不思議の一つじゃない。知らないんだね。そうね。他には夜な夜な絵から抜け出す少女とか、最近では歩く人魚とか。七不思議なんてどんどん変わっていくから、いつでも同じ噂があるってわけじゃないんだけどね。そうだ、進くん、学園祭用の学内新聞のテーマを考えてるんでしょ。それ七不思議にしない？私もさ、最近気になってることがあるんだ。だからさ、私もアキちゃんも取材協力するからね。大丈夫大丈夫、アキちゃんは大丈夫に違いないから、それにしようよ。やった、私断然協力するから。私麻生です。お嬢じゃありません。私そんな取材はしたくありません。コーナーがありますから。お休みにする理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。それはたちの悪い噂です。Thank you.
は偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか。どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。関連性って何ですか。推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。今は重要な話をしてるのよ、神岡くん。なんで機嫌悪いか知らないけど、考え事なんかしてないでちゃんと話聞いてよね。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。